銀河英雄伝説。ちょっと名の知れた作品だけに、9大点。それが普通よりも高い。それは、思う。実際には旧アニメも、成功、というほどの成功ではなかったのかも。冒頭の艦隊戦で、ただのまぐれ当たりだ、というには、数万隻、という関数は重い。その辺、理由なく、流れてしまった部分はあり、ゲームでも、色欲20、超人は2ほど、とかの設定しか実際はできないだろう。その高い色欲さえあれば、物量は覆える。なんで？そこに答えがない、わけだ。ラインハルトはどうして、そんな高い色欲を身につけたのか？天才だから。昔なら気にもしなかった部分だ。今は、無視できない。とはいえストリード、それ、ハド台に、ある。昔のよりは良い？それは間違いない。そこは、大きな進捗。売れる作品を作る、時、打開は見える。